科学寺は、兵庫県阿公市にある、相統州の寺院。三号は、大雲山。張間国阿公藩、朝野屋、森家の歴代藩主の菩提寺であり、また、大石義雄の祖先が眠る大石家墓地、義子墓がある。現在の住職は、パーリ仏教研究者で、駒沢大学仏教学部教授の片山和義。震災国十三箇所第三十一番札所。 江戸時代初期の正法2年日立国家様藩より、天保となった浅野幼生が、浅野屋菩提寺として創建した。元六十四年、浅野長典による江戸城昇士廊下でのキラ、吉中に対する人情事件が起こり、浅野家は海域となった。翌元六十五年、赤老氏によるキラ邸打ち入りが起きる。その後、一年の幕府預かりを経て、赤朗藩には、 長井氏が入ったが、わずか4年で、飯山に違法された。法永3年1月には、森氏が、阿公藩主となり、科学寺を、菩提寺と定めた。阿公老師37回期にあたる原文4年には、境内に、森家家臣の小林忠島などの有志により、義子母が混流された。ここに、義子たちの違発が収められているとされる。また、法暦2年は、 阿公老子五十回忌にあたり、大石義金と関わった、藤井熊美の線による碑文が刻まれた、義子塚が建立された。明治維新後、阿公城にある建物が取り壊されていくと、塩屋総門が科学寺の山門として移築されている。現在山門は、阿公市文化財に指定されている。よろずよの人の鏡とにうなる、花岡寺の庭の石踏み境内は無料。義子宝物館。 当所の配管料は、大人400円、高校生、大学生200円、子供無料である。兵庫県赤市刈谷1992、池田照沖は、岡山、長井直弘は、岩月にて死去したため、科学寺に墓はない。撮影禁止の注意書きあり、大石とのモスケは、大石義雄の後見人。科学寺経済略図より、義手関連以降森家は、 森永隆の第二、臨済集に改修しており、長江から十一代、忠則まで科学児を使用していない。それでも、元当主の森家天は、森家の供養に参加されている。ありがとうございます。